お疲れちゃんさまです。今日サミラー先導12日目やっていきたいと思います。ということで粘りました。はい、全然勝てませんということで、今日はウッドをねファイブに変えてやろうかなと。なんかね、もうエレジャイとかゴレとかラバとか、まあエリーゴレとかか、あの大型がねやっぱ結構多いですね。はい、まあこのトロ隊がなのかもしれないし、たまたまなのかもしれないですけど、バカ負けて、マジでめっちゃ負けて血迷ってね、なんかミラーコガツとか、まあなんかマジアチオールブレイクミラーとか、なんかいろいろやってたらめちゃくちゃ負けて、あのしかも保冷付きでね、もうすぐ開幕3秒でねプルルリーって言ってね飛んでくるんですよ、保冷が。あ、もうだからね病んでます、きついです。はい、8000やべえと思いながら、これでもね落ちてるんですけど戻した方なんですよね、マジで本当に。そう、なんか今日は、本気で勝ちたいと思います。ボコボコにします、ボーラー野郎。あ、でデッキがねもうなんか同じのばっかりですね。びっくりしました。こんなに同じデッキしかおらんのかっていうぐらい、このトロ隊はボーラーバルーンがいます。はい、めちゃくちゃいます。ボーラーバルーンとゴブドリがね、一番多いかな。ボーラーバルーン、枯渇だと。ボーラーバルーン、ゴブドリ、枯渇の、まあ、3強ぐらいで、環境が回ってます。はい。なので、枯渇がいるので、ウッドじゃないと、枯渇に勝てません。しかも彼ら、あれなんですよ。みんなバレバレなんですよね。全然テスラ枯渇とかじゃないやんって、もうみんなバレバレなんすね、このトロダイの枯渇はね。でも勝てないんですよ。ファイアボにしちゃったから。いや、マジでね、ほんのに、こんな勝てなかったっけっていうぐらい勝てなくて困ってます。あ、これはフリーズきます。で、フリーズいらっしゃいからの残念でした、近畿道。フリーズ来ないやないか。まあ、ボーラーバルーンはさすがに相性がいいので勝ちたいですね。マジ100連チャンぐらいボーラーバルーン来てほしいな。グラッチで。8000ね。いや、マジで諦めてはないんですよ。全然諦めてはないんだけど、苦しい。あとまあ20日ぐらいあるからね。時間にはね、まだ余裕があるんですよ。そう。まあ余裕がある、多分あるけど、あるけどって感じだよね、もう。精神的に敗北しちゃう。いやー、一応使う？いらんな。さあ。ああ、いや、プリン16ってボーラーの石から一発耐えるんだ。熱っ。さあ、いや、これはマジで、いや、おしゃれユーニーユーニーのダブルユーニー劇場のおなーりー。いや、いい。んにゃん、めっちゃいいやん。もっと走れやん。よいしょ。頭突き、頭突き。さあ、インドラ。あと、鉄壁のというか、その、緊急用のファイブもあるんでね。結構熱いね。さて、ライドラ咲いたあなたは私のこれをどうやって守るんですか、教えてほしいな、わかるように。暇なので、ファイブ打っとこう。実際言うのが頭突きはできないか。あー、待って、それちょっと嫌な、嫌な、なんか来たな。いや、でも、耐えるし、言うのも走れないか。まあ、走れないけどみたいなとこあるよね。いや、マジで、勝てる勝てる勝てる。走れ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 。もうチンパン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 。いや、これ絶対コストない。取れねか？おい。しかも16だから、結構へばりついてるよ。いや、マジでね、この一勝できるだけでも嬉しいのよ。ほんとに、マジで、アホみたいに勝てなかったんだよね、さっき。で、これで、こう。マジで動画回ってると、さては強い。いや、家のお願い走って。いや、君なら走れるんじゃないのか。いやー、16レベル強っ。疑惑の、ヘブンズタイム頭突き。おーい、ええやん。ナイス。いや、これで、67に戻ったんですよ。だから今期、
6846いってんすよね。うわ、ちょっとだけな。いや、まず今日は戻すのが目標。さあ、神相性来い、お願い、まだ祈るだけ。本当に神相性だけ来てほしいな。流行ってる小月野郎は来んな。餌来い、餌。このデッキからして餌はね、むずい。ホグぐらいか。いやー、おー、ドリルだ、ドリル。さあ、これも流行ってる。いや、まじ、環境、偏ってんですよね、この領域。なになになに、怖い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 。11レベルやん。間違えちゃった、マーモード。ガチで、なんでっていう。いや、ガチで、いや、枯渇やないかい、しかも。あ、マジで枯渇やだ。マイティ枯渇やん、しかも。ちょっと強えってやつか。まあ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 。11レベルはね、ありがたい。正直なところめちゃくちゃありがたい。遠慮なくいただきます。さあ、マイティ枯渇っすね。まあでもデッキは自体はめっちゃ強いやつなので、気は抜けないよね。さあ、で、しっかり範囲で芝居ていこう。いやー、おお、あー、いや、いい。よきっと。ええやん。いや、しかも、ピーピーピー。いやー、これがええねん、これが。これがええねんや、これが。からの、あの吹き矢をね、この言うのでやろうとしたらね、マイティで受けられて大ピンチとか考えないねんな。いけいけいけ。走れ、もう。よし。もう一発。いや、16熱いな。相手のレベルが低いのも熱いわ。ガチででかすぎる。てか、マジで枯渇がえぐい。冗談とかでもなんでもなく、プリンセス、消す言いすぎだな。それは言いすぎだ。親でもね、なんかやられちゃったんじゃないかっていうぐらいの、今のね。さあ、さすがに、まあ、プリンでもマジで強いんだよね。本気で強いの。おぉ、ミラーがあんな。おしゃれすぎるな、相手のデッキが。おしゃれすぎて、ちょっと。おじちゃんついていけない。どうしたらいいの、これ。めっちゃおしゃれじゃん、そのデッキ。掘りたいよ、俺。掘らしてくれよ。おい、2体同時生まれ。いや、めっちゃ削る。削りすぎ。いや、でもこれで。やばーい。あ、でもこれは、やばい、マジで。キング起動がでかいのとバレルが弱い。いや、言うのは？いやー。いや、めっちゃ端プリだ。スケやれてんのでか。しかも、ここで、しれっとプリン延命ができてる。やがらのファイバー250ぐらいある。500ぐらいかミラー合わせて。よしよし。いや、マジでゲーし。でも、枯渇多いし。マジでなんで。多すぎるって。ガチで神相性お願い、本当に。しんどいんだよね。おい、マジでふざけんなよ。ガチでどういうことよ、これ。ちょっと待って待って待って。待って待って、ガチでさ、どういうこと？やばいわ。ウッドにするわ。ちょっと待って、ウッドにします。ウッドにさして。一回戻ってほしいな、これなんか。ゲームって普通ゲーム画面とかに戻れるじゃん。対戦を戻れるみたいな。戻らせてくれよ。マジでデリバリーやないか、マジで。おー、本気でバレバレしかおらんぐらい。まあ、バレバレ枯渇しかおらんねん。えぐいなーこれ。マジでゴルナイだった時に、ウッドでも勝てないんですよね、普通に。ゴルナイが強すぎて。そうなんだけど、これファイボなのよ。ウッドでも勝てない相手にファイボで勝てんのって話。勝ちます。勝てるか勝てないかじゃないのよ。勝つんだよ。あはは、無理ー。いや、めっちゃ、今の俺のプレイ、これ本当にめっちゃ集中してんじゃん。さあ、バレル来たら、ユウノとスケで守りまーす。来いよ。飛ばして来いよ。飛ばすなよ。きちんだよ。一回ここで、ケツプリンで冷静になろう。
や、マジでやばい。本当に。多いどころじゃない。多すぎ。良くないよ。この流行り具合は。さあ、何で受けてくれる？デリバリー。キア？いや、キアにな、ウッド打てたら熱いんだけどな。そんなものはないです。ウッドないと何がきついってね、スケキンもきついんだよね。なのに相手はコロ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 転がしやがってよ。本当に変な嘘っつ。まあでも一生もディガー削っていくしかないんだよね、多分俺はもう。いやーもうこれはね、気合で頑張る以外何も言えないの。頑張るしかないんだよ。いやマジで思ってる100倍痛い。痛い。しかも好き気やないか。いやまだ参るぞ。俺にはファイボっていう必殺技があるね。ファイボかよ。なんで消えろよ。待って、マジで消えろよ。もっと消えろよ。もっと消えろよ。もっと残れや。いや、あるな。あんのか。行くしかねえだろ。で、近畿道どうでもいい。どうでもよくね。痛すぎる、この近畿道。ちょっと待って。にゃん！うわ！あー。でしょうね。いや、待って。待って。枯渇めっちゃ悪い。ファイボウッドにしたい。いや、待ってよ。でもさすがに、三連続枯渇はありえない。そんなことがあったら、もう運営に、クラロー。じゃね、プリンセス、ガチで肋骨にしてって頼んじゃう。お願い。枯渇以外でお願い。マジで枯渇があったら何でもいい。本当に枯渇以外でお願いします。っていう時、大抵枯渇。しかもなんかちょっと変わった変な枯渇が来るんですよね。もう本当それ以外だったら何でもいいからと思いながらさ、バルキリー。いや、まだわかんないですね。バルキリーは、僕枯渇ですって言ってるようなもんなんですけども、あっ違った、インドロだ。いや何これ。いや、めっちゃいいトルネードをしてる気もするが、大ピンチになりそうな気もする。あー、いやー、わかんねえな。いやマジで普通にわかんねえ。あー、なるほどね。近畿としたい。いや、でかい。いや、これ一発は全然いいな。二発は許さない。オッケー。さあ、メガナイトバルーンか。ザップでしたね。まあ、模様なんか柳雨かなんかありそうですけどね。ファイブか。あ、結構レアな形ですね。メガナイト、バルキリー、インドラ、バルーンなので、いや、マジ、結構レアですけども、リーク受けない。これどうやって回るんだ？取るね？リーク受けない。まあでも、私もこの、バルキリーがめっちゃ苦しいね。バルキリーだけで大ダメージ受けちゃう。さあ、まあこれは、まああの、ピューンですね。はい。これで、キングにダメージ与えてもらって、まあ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 、こうやってダメージをね、追い上げていきの、って感じかな。まあ、陸が相手少ないっすね。少ないっていうのかわかんないけど。めちゃくちゃあるわけではないから、まあ、プリン出しまくりながらの、さあ、ファイブまで打ってあげて、トルネードも打してあげて、痛い。いや、マジ、爆破入るだけでもね、結構痛いからね、バルーンって。さあ、ヤザップくんですね、ヤザップくん。
そう。いやー、これはマジでね、生かしたい、生かしたい、生きろ、生きろ、生きない、痛い、生きてほしかったな。さあ、まあ、プリン出して、いやマジでね、もうヤザップが痛すぎて、まあ、あと何どうでもいいみたいなところで、マジ痛い、ヤザップゲーされてる。さあ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 、まあ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 、ヤザップゲーされていいので、まあ、別にされていいみたいなとこあるよね。耐えてはいる。まあでもこれ耐えれれば相手の攻めマジで入らないから、まあ耐えれればっすけどね。簡単に言うと耐えれないんですけどね、なかなか。さあ、もう痛いし痛いし、めっちゃいい。いや、これはね、結構美味しい流れなので、リガーミラーで確実に刺しに行きます。ぶっ刺しの、いやー、いいよ。お、めっちゃめっちゃめっちゃいい。とか、あいつ3スペだったんだ。だからカードサイクルぐっちゃんぐっちゃなのね。よし。さあ、もうディガで攻めながら、いや、これもおいしい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 。だって、メガナイトはマジで言うので受けれるんですよね。言うので、本当にほぼ完封の、ファイボファイボ圏内、てか、なんならファイボで、オーケー。いや、でかい。いや、もう、枯渇じゃない時点でね、天国です。はい、あざます、ナイス。まあ、けど、ぶっちゃけ、悩むな。なんか、マジ、言うのでね、もう、勝てなくなってきたんですよ。今みたいなメガナイトとかに対しては、いや、マジで偶然ね、その、結構いいんですけども、やっぱ、意外とあの前ね、ランバージャックでやった時が結構良かったんですね、ランバーくんが。そう。だから、ワンチャンランバーでもいいよなーっていう思いがあるんですよ。いやー、吹き矢が、お前悪さする。いた、いやー、迫撃ディガーちゃんかなー。ハークディエ、わかるくん。迫撃ディガーは、めんどくさーい。まあ、迫撃の受けが厄介ですね。ディガードおしゃれに受けつつ、困ったらファイブで壊しつつかな。あ、これ金魚にすればよかったな。よいしょ。横になんか、ね、スライドしてまーすって感じでした、今。すごかったな、動きが。さあ、これは、一枚何かが出てくる。さあ、で、これは、ディガーでターゲットを取ります。まあ、まあ、ちょっと入れ。ちょっと入れ、入れ、入れ。まあ、プリンかな。プリンで。いやー、まあまあまあ、全然いい、全然いい。くー、吹き矢もコウモリも、迫撃も全部きちい。ガチでやばい。ファイボーがマジで、どこで使うねんっていう話よね。どこで使うかは分かんないけど、ええ感じの時に使いたいねって感じかな。さあ、ディ。いやー、吐き気起きそうだけどな、これ来ねえかな。たまたま出てこい。出てこなーい。いやー、マジでこれはもうプリン、いけにえです。痛すぎ。ファイブ打つしかない。こんなの。このファイブ打つしかないから打って。いやー、このダメージもしょうがない。いや、男の強すぎるかな、これ。くー、渋め渋めの、ワンチャンの、みたいな。言うのか？いやー、でも、俺ー、左なんだよな、攻めたいの。いやー、ユーナミラーマジで熱いなぐらいをしていかなきゃね、勝てないかもね。
ヘダリンプリン、コウモリ、いやー、ユノキか。あ、ディガウキか。いいウケだね。あー、これでもうきついかな、これだけで。渋い、やめて。ん？ユウの走ってる走ってる走ってる。待って待って待って。ヤンキーファイブ添え。え、どう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 。ワンちゃん。ガチガチ。めっちゃでかめっちゃやってる。なんでなんで。マジでなんかたまたまユウのが滑ってる。でかいでかい。やばいやばい、痛い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 。たまたまスケがタゲ取れてる。あつあつあつ、たまたま一体のスケ、天才。あつあつあつ、ファイブ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 。いや、これでかい。この5-5さ、絶対脳にないの、普通の人はね。だからこれで、え、待って、当たってない、え、危ない当たってないのかと思っちゃったよ、もう。ナイス。いやー、悩む。もしかしたら、言うの、もうランバーにメインチェンジかな、なんかもう言うのじゃ厳しいと感じてます、最近は。本当にきついです。はい、ナイス。ということで、まあ、ファイボも悪くはないんですけどね。ウッドの方が良かったり、まちまちなので、とりあえずちょっとまだまだ序盤なので試しながらね、ガチで正解を見つけたいね。完全なる正解はゴルダイなんですけど、もうそれには課金しかないので、本当に8000やばいなってなったら、課金します。したくはないですけどね。はい。ということで、チャンネル登録もお願いしますよ。お疲れ様でした。